2024年杉山女学園大学が生まれ変わる。あなたの未来を広げる新しい学部学科が始まります。高校生のアミさんとエリさん、ユカさんは進路を考え中。アミさんは大学でアメリカに留学し、将来はグローバル企業で働きたい。エリさんはいろいろな人に寄り添って誰もが暮らしやすい社会を作りたい。ユカさんは情報技術を使い地域の魅力を伝えるような仕事をしたいという希望があります。大学情報を調べていると、杉山女学園大学に新しい学部学科ができるとの情報が。3人は大学の人に聞いてみようとオープンキャンパスへ。どういうことなのでしょうか。杉山女学園大学の森さんが教えてくれます。まず、今は性別関係なく起業したり会社でチームをまとめたりするのが当たり前の時代。語学力や情報技術を身につけて、さまざまな人とつながり社会の課題を解決していくことが求められます。そこでは決まった解決策はありません。こうした簡単には答えが見つからない時代を生きる上で必要な力を身につけ、卒業後それぞれの人生をデザインできるよう後押しするための改革なのです。話に聞き入る3人ですが、改革の詳しい内容が気になります。それは現在の7学部11学科のうち3学部5学科が生まれ変わるのです。1つ目、外国語学部。英語英米学科はグローバルなビジネスシーンで活躍できる高度な英語力を身につけます。国際教養学科では英語に加えフランス語、中国語なども学習。世界の人々と協力し、さまざまな課題に挑戦したいアミさんにうってつけです。2つ目、人間関係学部には人間共生学科が開設。ジェンダーや貧困、虐待などの社会問題とその支援に関わる知識や実践力を養い、人々が共生できる社会づくりに取り組みます。自分に合ってるかもとエリさん。3つ目は情報社会学部です。情報デザイン学科と現代社会学科が設置されます。情報デザイン学科はパソコンスキルの基礎からプログラミング、AI、グラフィックデザインまで幅広い情報技術を習得。現代社会学科は観光、まちづくり、メディアについて学習します。さらにその知識や調査などを生かして社会に貢献する実践的な力を養うのです。デジタル技術で社会を変えるって何かワクワクするとゆかさん。話を聞いた3人は杉山女学園大学へ入学することに。充実の4年間を過ごし、卒業後アミさんは貿易会社で英語と中国語を駆使して世界を股にかけて活躍。エリさんは公務員として誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に取り組み、ユカさんは旅行会社でデジタル技術を駆使しながら商品開発に励んでいます。詳しく知りたい方はウェブサイトから資料請求を。